どうも、オカリナの平本です。1000人登録ありがとうございます。いやいやいや、本当にね、皆さんのおかげです。先週かな、来てくださった方ね、YouTube の平本さんだって言ってね、言ってくれて本当にありがとうございます。なんか、ね、少しずつこう、まあ、私もね、まあ、職人の立場から、こういうことしたらいい音出るんじゃないかなということで、やっておりまして。で、今年に入って結構ちょっと真面目なものから、ちょっとこうね、遊びのものまでこう入れたんですけども。で、いろいろこう統計、私見れるんですね。自分のやつなんで、YouTube を。で、見たら、どういうやつが一番回数が回ってるか、あるいは、時間ですね。どのぐらい時間が見られてるかっていうのを見ましたら、やはり学びなんですね。いわゆるハウトゥーなんですね。ですから、お客様が求めてるものっていうのは、どのようにしたらオカリナを上手に、表現できるか。あるいは、どのようなロジック。あ、こういうことを知りたかった。あ、こういうことやると、ね、かっこよく吹けるのか。そういうのが知りたいんだろうなと思いまして、で、やはり今こういう時期ですので、やはりその自宅でレッスンができたらいいなって、これを僕やりたかったんです。で、その名もオカリナ塾です。オカリナ塾。で、私が塾長の平本浩太でございます。で、私が講義を打つわけではございません。私の、いわゆる若い次世代の方を人選して今5名ほど、お声かけさせてもらって、早速動画なんか送ってきてもらっております。で、その中でね、まずちょこっと、3月は1、2本無料で見れるようにしておきますんで、ぜひこちら加入してもらえればなと思っております。月額の課金制になっておりまして、できる限り安くはしようと思っています。で、そうですね、一応1年間のスパンで、組んであります。で、1年後ですね。ですから来年の4月あたりで、その講師陣、まあ私含め講師陣と皆さんの愛好者、登録してくださる皆さんで何か交流会、オフ会なんかができたらいいなというようなコミュニティも作るようにしております。ですので、本当に、今、多分レッスンに通われている方がほとんどかなと思うんですけども、そういう方はその先生はいわゆる3次元ね、いわゆる直接対話としてはいいと思うんですけど、プラス 2.5 次元というね、この画面の世界でいろんな先生います。20代の先生が3人で、30代の先生が2人というね、非常に若い先生方、そして男もおりますし女性もおります。そういういろんなロジックを持った先生からいろんな角度、動揺消化、クラシック、見せ方、吹き方、いろんなことあると思いますんでね、吸収してもらって、やっぱり学びっていうのはね、一生もので楽しく学んでいきたい。で、そこでオカリナ塾というコミュニティができれば、さらにこう楽しく人生を過ごせるんじゃないかなと。で、出かけるレッスンはそれはそれで OK。そして、この画面のレッスン、こちらを受けていただきたい。で、今できる限り、月額の料金は安く設定しようと思ってます、これは。で、週1本上げます。ですので、月に4回から5回上げます。で、それに伴っての、例えばここがわからないんですっていうようなメッセージを、YouTube の方に書いていただければ、直接先生の方からその、行くようなシステムも作っておりますんでね、共有もありながら、コミュニティもできながら、いろんな先生のロジック、しかも私がきちっと専任した先生になっておりますんで、楽しく自宅がレッスン場、それがオカリナ塾ということで、3月は無料でね、何本か皆さんに見ていただきたいなと思ってますんで、ぜひぜひ入っていただきたいなと思っております。ですんで、これから、ね、例えば雨の日なかなか出れない、ね、こういう事態になるかもしれない、そんな中、こういうものを共有していただくとね、よりオカリナが楽しくなるんじゃないかなと。で、そして最後にはやはり私の持ってるね、ノウハウで、交流会、オフ会みたいなのができて、そこでさらにコミュニティができれば有意義な人生になるんじゃないかなと思っておりますのでね、ぜひオカリナ塾に参加してみてください。では、オカリナ塾ね、ちょっとね、今日は
私のつくしという曲を、オンライン講師の下原陸人が、解説しておりますのでね、こういうものがあるんだっていうのをちょっとだけお見せしますので、ぜひ参考にしてください。ぜひオカリナ塾入ってください。お世話になります。カンターレ専任講師の下原です。今日のこの動画なんですけど、今はコロナでいろいろ大変な時期になって自宅練習が増えたと思うので、それにお役立ていただきたいなと思って、2020年度のカンタール主催公演で、全体曲になってますつくしの演奏のポイントをちょっとほんと少しなんですけどちょっとお伝えしたいなと思います。早速なんですけど、まず一番最初の歌い出しの A メロの入りなんですけど、最初は 1,2,3,4 とこう一拍目からミーファーソーとくるんですけど、この最初のミ、これは、曲の入りなので、ここの最初の音でこの曲の表情が決まると言っても、まあ、過言ではないかなと思ってます。これがやっぱり最初の音で、あと一拍目に来るので結構強くなりがちなので、この一拍目を優しくするために 1,2,3,4 でブレスする時のこの C のこのブレスをちょっと優しくブレスできるとより良いと思います。その出したい音が出てきそうなブレスが望ましいです。例えば 1,2,3 とすると、次絶対大きい音が出るじゃないですか。だから 1,2,3 ミーとこう出せるように、その一拍前のブレスをちょっと気をつけるとよりいいんじゃないかなと思います。で、あと A メロはミーファーソまでが一応大きいワンフレーズで、2小節、この4小節の2小節と2小節そのミーファソーのシーラソーレーミファラソーんミーファソーのヨーラソー、あ、これで4小節ですね。この4小節が大きいワンフレーズなので、これを最初の音から一番最後の音までなるべくこうなだらかにピーッとつながった、旋律のラインを描けるといいと思う、いいと思います。うん、説明難しいんですけど、ミーファソーのラーソファとこう、あ、シーラソーとこう、一つ一つその丁寧に演奏するのはもちろんなんですけど、ガタガタガタといかないで、こうあんまりなんて言ったらいいんでしょう、平坦な感じっていうのもちょっと違うんですけどとりあえずなだらかにトゥーッとまっすぐ続けばいいですね。こうガタガタガタとならないで、はい。それから B メロなんですけど、次にこれをちょっとご覧ください。最初の入りがドーラーとこきますね。このドーは、A メロと違って4拍目に入ってます。で、この次この1拍目、ここが大事なポイントなんですけど、ここをきれいに響かせるためにはどうしたらいいかというと、この4拍目のこのド、これをしっかり吹きます。これを例えば音量を表すなら、文字でここがメドピアノ、してここがピアノ、はい、これぐらいのバランスがいいと思います。ドーラーとこう来た方が
綺麗かなと、気持ちの面でこういう風に意識するとこのラが綺麗に響くということです。これをしっかり吹いて、これです。これがしっかり鳴ってないとこの音がちょっと突然うるさく聞こえすぎるので、ドーラーとならないで、こんな感じになりがちなので、ドの方を気持ちしっかり吹いて、うん、このようにできるといいと思います。この次も今度レーシーとくるので、これも同じです。これも同じようにレーをし、次もレーをしっかり吹いて、次のシーをちょっと小さく、あ、これレになっちゃった、レーシー、はい、レーシーも同じように、こっちがメドピアノ、こっちがピアノ、はい。結局何がポイントかというと、この響、しっかり響かせたいこういう音の音があるときは、その一拍前のこの音、この一つ前のこの音をしっかり鳴らさないとダメだということなんですね。ここでしっかり踏ん張ってここに飛び上がるんです。そうすると、あのここだけ、あのここだけ強烈な音が出てるっていうことは防げますので、あとはポイントとしては、明るくパッと響かせたい音はこうしっかり指をパチッと開いた方がいいですね。このように、これも同じです、うん、手をなるべくパッと、こっちの前の方もこのこう、この辺で軽くピッて開いただけじゃなくて、こうパチッと、こうパチッとこうできると明るくていい音がします。ここ前にね、ここからも空気の振動が出ますので、これを塞がないようにパチッとこうやるとより良いと思います。はい、では最後なんですけど、最後これごめんなさい、これがサビですね。このサビ、ここのサビもこの B メロと一緒で、ドー、あ、間違えた、ドーラーと一緒のように、ソーと、こうメド、こっちをまずしっかり響かせて、ソーミー、これをちょっと気持ちの面で優しくできるといいです。ここはあとこの音が高い、ね、高いミーの音なので、これはあのかがまないとちょっと難しい。楽器をかがむというのはちょっと間違えましたね。楽器をね、胸に寄せて吹きましょうと多分教わってると思うんですけど、もうサビの頭からいきなりこうミーとくるので、例えば、だとこれちょっと流れがそうそうみーと、なんかこの体の動きで流れが止まってしまうので、もう最初そうを吹いてる時からもう楽器を胸に寄せちゃいましょう、うん、こうすると楽です。ミーに行くのがもう最初からもうここに寄せたまんまにします。はい、でこれも同じように指をそうみーの時にみーとこうしっかりこの前の指を前に離せると、あの明るい音が出ますので、これは意識してここはしっかりやりたいなと思います。これ開いてないとやっぱりみの音が綺麗に響かないんですよね。となるので、こうやってください。はい、
最後なんですけど、演奏中に唾液が気になる方が気になるんですってよく言われることがあって、まあ唾液は楽器にはあんまり良くないので、なるべく抑えたいところなんですけど、それでも自宅練習の時なんかは結構やっぱ出やす、外で本番で吹く時よりは出やすいかなって自分でも思うので、そういう時は、まあ右でも左でもいいんですけど、この口の端っこからとこう細くと息を吸うと吸った側の唾液が引っ込みますので、こっちでもいいしこっちでもいいし、演奏中でもこのブレスをこうはーっとやらないでと横から吸うと、この辺はスーッとつば引いていくので、ぜひご活用いただければと思います。まあ、こんなところでいいでしょうか。また次回も動画が撮ることがあったらぜひご覧になっていただきたいなと思います。以上です。カンターレ専任講師の下原でした。